ポロチェロチャンネル、ポロチェロチャンネル、ポロチェロチャンネル。構えてましたね、はい、普通に来られるとなんか逆にちょっとドキッとするよねあれみたいな。はい、ということで、うん、今来てる絶球ですね、楽観者、はい、うん、ガスマスクですね、ですね、初見で行ってみたいなと思います。はい、どんな感じなの。一応ボーナスハンターで全員来てるからね。うん、あー、また、お、またこれ何この壁、え、光ってるよ。あ、もしかしてこのボックスを倒したら消えるんじゃない。あー、これビリビリとかならんのかね。はあ、とりあえず行ってきますね、うん、地塗りからね、うん、あ、やっぱりただの壁みたいですよ。なんなんやろね。あ、じゃあエレナに当ててもらえれば、下から私だあ、壁消えたよ。あ、ほんとね。なに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 、気になる。まあでもとりあえずエレナに当てたよ。おー、いいね、うんうん、海の男に不可能はないぜ。なんか新たな壁になったよね。うん、大波の衝撃だ。え、なに、何が起きたか分からないんだね。海でも陸でもカーンって言うと謎ですね。でもギフトってことはこいつを最優先に倒した方がいいよね、多分。そうだよね。ここは私が。でも硬いね。めちゃ硬いね。あ、誰か他のクマとかを倒して、エレナのパン、え、どういうこと、どういうこと。あ、ちょ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 、スパイクスパイク、あらららら、わあ、もう何が起きるんかがわからん、箱倒したら何が起きるん、気になる、もう気になるね。だってギフトここだけでしょ。うん、よし、っていうか気をつけてよ、うん、スパイク持ってないからね、両方とも、はい、ボロ、はい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 これミスったね、スパイクで挟んだ方が良かったね、スパイク。ああ、そうだね、連続でスパイクなしだからしんどいね、これしんどいね。しかも私がスパイクなしがかりだからね、よりによってポロがねおお、パーンって、え、何、どうなるん。慎重に参りましょう。結局何も分からずじまいで倒しそうですよね。えここは私が、まあまあ、スナイパーですよ、スナイパー、スナイパーですね。え、なんなん、結局なんなん、あの箱は何なん。あ、またこいつよ、ま、もう嫌いなのよね。あ、でも可愛い、ちっちゃいよ。確かにちっちゃいよね、うん、ちっちゃいけど相当凶悪なんやろね。そうね、大きさに騙されちゃダメですからね、うん、まあ、ここは難なく当てていきましょう。あ、通れた。それは通れるよね、貫通やけそうですね、うん、よし、ここはスパイク気をつけましょう。縦勘でいいんじゃないですか。いや、暴れ…あ、ダメか、うん、スパイク気をつけましょうって言ったやろ今いや、壁があるからと思ってみたら、いや、ないないない、ね、うん、大丈夫大丈夫。いや、あのギフトが気になる。もうあの箱の存在がわからないままクリアしてしまう、このままでは。怖いよ、わかんないよ。え、なんなん、なんなん、何かしないといけないよね、きっと。そうよね、何かしらの目論みがあるよね、この箱はね。慎重に参りましょう。お、よっしゃ、箱から倒したよ。え、どうなったもうわからんね、これ全然わからん。ちょっと早く倒したらまずいんじゃないの、もしかして攻撃するときに。あ、敵が攻撃す、これどうする。え、これは別に横か、うん、いや壁があるからさ、刺さりそうなんだよね。あ、大丈夫だった。こうボスが攻撃したりするときに、うん、パワーダウンとかじゃないのかな。いやー、でも何もマーク出てないしね、ギフトのくせに何も。いやいやいや、なんかあるはずよ。これは縦かな、ナイス。
あれ、やばい。あー、なんか、なんか知らないけど怖いよ。めっちゃヘビー巻かれたけど。うわー、これラミさんに限ってね。あ、だからね、アリスとかがいいんだね。うーん、あ、来た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 。なに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 、え、やばいやばいやばい。落ち着いて戦いましょう。ここは私が。おお、なんとかね。急に劣勢ですよ。あ、生まれたよ。また謎のボックスが。あいつをでもうまく使えば余裕なんやろうけどね。これは暴れ回っていいんじゃない？そうね、もう下の部分はどうせヘビーだから、うん、よしよしよし。何何なんなんやろね。うわ、スパイクでも大丈夫。あー、壁がなくなった。ここいけると思う？まあまあまあ、ちょっと。お、なんで聞いて返事する前にそのその。うわえ、どういうこと？なんなんあれ。あ、ここでも出てる。自分のヒットタイプを把握しよう。あ、違うね、関係ないな。なんだろう、どういうこと？誰か教えて。はい、行きましょう。行きましょう。結局なんなんやろあれ。謎ばかりがね。うん、あ、パワーダウンってなった。これは何？ん？それは今メリルのスキルでしょ。ああ。海の男に不可能はないぜ。大波の攻撃だ。私がよく見たらわかるかもよ。もう一回冷静に見てみよう。そうね、うん、硬いよね、それにしてもね。何なんだろうね、こいつ。慎重に参りましょう。おお、ヘビーがやばい ね。あ、もしかしてさ、これ倒したらこれヘビーがなくなるんじゃない？うん、あ、このボンが。うんうんうん。あ、なるほどね。ここは私が。あ、やっぱそうだ。あ、ヘビーを消してくれるんだね。あ、なるほど。じゃあヘビーがブワーってなってる時に倒すと。うん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 。いいんだね。やっと謎解けた。すっきりした。うん。海の男に不可能はないぜ。ね、入ってくれるとね、助かるよね。どうしましょうかね、これ。私がやるから任せて。これね、当たってる気がするんだよね。そうね。ごめん、横からしとくね。いいね。あ、はい、やばい。お、もうね、謎が解けたから大丈夫ですよ。うん、本当は今した方が良かったんだろうけどね。あ、これね、この時ね。うん、これ順番も結構大変ですよ。入れるかな。入れなかったけど。ここは私が。はい、まあまあ、うん。とりあえずアリスにも当てといた方がいいよね。そうやね。よし、突っかかる。おお、ナイス。このブロックがいやらしいよね。どうしましょうかね。うわ、おお、これは。そうね、うん、お、ナイス。慎重に参りましょう。これあの真ん中の本のやつがヘビーを爆発させるんだろうね、うんうん、どうしようかな。惜しい。惜しいね。まあまあ、アリス、あ、次エレナちゃんだからね。うんうん、
あ、でも壁が邪魔。スパイク気をつけてね。そうなのよ。これぐらい。オッケーオッケーオッケー。ナイス。じゃあ本の子を先に倒さないとかな。そうやね。うん。本のやつを先に倒した方がやりやすいよね、うんうん、多分。私がやるから任せて。あーあーごめん。早いわ。危なあ。重武器のがいいのかもね。ああそうやね。スパイクがない子はね。うん。来たよー。あ、もうカンカンかな。うんうんうん、そうだね。ここは私が。まあ、あの本のやつを先に倒せたらだいぶ楽なんだろうけどね。そうだよね。海の男に不可能はないぜ。あーあ、まあまあ、おーでも本はね倒せましたよ、うん、私がやるから任せて。どうしようかな。うーん、上に行っていいかな。やばいやばいやばい。あー危な。ナムさんいるからね。うーん、おーでも免れましたよ。まあ結果良かったね、うんうん、お、これは取ってほしいな。取ってほしい。あー、カロリーさん。うん。ナイス。それにしても本体から電池がすごい勢いでなくなるね。すごいですよこれ。他のアプリとか消してるんですけどね。うん。いつでも OK。とりあえず本屋さんに当てとこうか。本屋さんはどこですかね。そのあーここね、うんうん、当てたいけど。おお、ナイス。強いよね。本屋さんを先にまず倒してだいぶ楽だね、うんうん、そうだね。海の男に不可能はない。おお、いいですね。なるほど、動きましたね。あー怖い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 よね。うん、準備はできています。倒したいな。ここは私。お、ナイス。おお、操られるかな。でもそこまで痛くないね、うんうん、スパイク気をつけてね。了解。ここは無難にね、うん、あ、これはエレナがいい場所にいるから。うんうん、海の男に不可能はないぜ。お、そうね。大波の衝撃だ。お、これはバゲっていいんじゃないですか。お、俺か。タイムですよ。でも下この壁が、おお、ナイス。気をつけてクマさんにね。そうなんよね。いてい。おお、いいです。これはいい感じですよ。みんなスキル溜まってるしね。うんうん。ああ。まあ、使ってもいいかもね。これなんだっけな、メディルは貫通になって動き回るやつだね。それもいいね、壁がないから、うん、こういう感じで下に下っていったらいいかもね。え、壁出たよ。壁が出た。え、どういうことどういうこと。あ、貫通の時に出るの、もしかしてこの壁。なるほど、そういうこと。新たな発見よ。まあでもヘビーがあるけど。受けてみなさい。え、ん、いや、ヘビーが。本当だね。
おお、強い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 。もうなんかもみくちゃよ。うん。ボス特攻でいいですね。もうこれハンタースキルでいいんじゃない、エレナ。ああ、本当だ。うん。よし。お、強い強い。おー、オッケー。なるほど。まあ、いろんな発見がありましたね。ありましたね。自力で見つけ出しましたよ。多分もうみんなとっくの昔に見つけてるんだと思うんだけど。まあ、貫通の時に出てきて反射の時に外れるってことだね。そうか、なるほどね。まあ、ミリル使ってなかったら多分気づかなかったね。気づかなかったね。なんか謎の蛇みたいなのが出てきました。うん。はい、これでゲットしましたね。ゲットしましたね。トレードマークのゼノだよ。え、こんな可愛い声？俺の力存分に使いなよ。うわあ、気になる。きっと素敵な顔なんだろうね。はい。はい。ということで、まあ結構ね。新しい要素が多くて戸惑いましたけど、なんとかクリアできましたね。ですね。うん、まあアケディアとかでもいいかもね、ここは。ああ、ブロック出てくるからね。やっぱりカリンちゃんなのかな。ああ、まあカリン、ああカリン、ああなるほどね。新しい仮想のカリンね。そうそうそう。そうね。使いたかった。まあまあ。あ、そうだそうだ。危ない。このまま終わるとこでしたよ。お。チケットを、ああすいませんね、マイクに当たっちゃいました。チケットをゲットしたので、引きたいなと思います。諦めない心ですね。そうです。はい、ということでね、さよならガチャということで2枚あるんで2枚引いていきたいなと思います。早速ですね。はい、もうね、ここもサクッといきますよ。さよならガチャなんでね。まあまあまあ、そうですね。お、え、ちょっと今回、あ、おー、やなちゃん、ね、まあまあでもすごいね。うん、じゃあもう一回ね。いやー、いい調子ですね、今回のチケットは。うん、いやいや、よかったね。うん、まあ、あわよくばと思ったけど、そんな甘くなかったですね。まあまあ、そうですね。うん、はい、まあ、またねチケットがたまったらやっていきます。はい、まあ、ポロはねいつの間にかも全部使っちゃいましたけどね、強欲の塊なので。はい、じゃあ今日はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。